本还有一种将舞蹈与哑剧融合的传统表演艺术，就是在江户时代开始独立发展的舞咏。日本舞咏也有很多流派，今天拜访的就是立花流的代表人物立花智乃女士。私は小さい時、3歳か4歳の時に少しやっていたんですが、本格的にやったのは大学1年生から。日本舞踊っていうのは歌舞伎のお芝居と踊りがあったら踊りの部分を持ってきたのが日本舞踊。簡単に言えばね、舞踊には男踊り女踊りっていうのがあります。女はこう全てが膝がこう全部内向きにきます。こう見てもらうと分かるけど、男踊りっていうのは膝肘が全て外にいきます。女踊りっていうのは膝がこういうふうにひっついてますね。ひっつくっていうかこういうふうで、肘もさっき言ったみたいにこうとか、肘がひっつく、こう中に行く。男っていうのは逆にこういう風になります。セリフはあまりないんですけれども、踊りはすべてストーリー性を持っています。風景も踊ります。山があったら山を見ます。山を眺めます。空を見ます。川を眺めます。すべてが顔の角度、体の角度で何を見ているかを皆さんに想像していただくっていう感じかな。这个是好像我刚才那个芸者的发型很像的是吧。そうですね、これは江戸芸者です、東京の方の芸者。あなたがつけたのはこっちの、京都の芸者さんのかつらですね。これが髪型、京都京都だ。有什么区别吗？江戸芸者っていうのは、シャキッとしてるの、どういうの、凛としてる。関西の芸者さんの方が女っぽくて、江戸芸者は男前。在日本传统舞蹈中最常用到的道具是扇子。踊る時に持つ扇子、舞扇。舞扇と言います。我々はただこれは普通に私が踊りを教える時とかに使うお扇子ですね。でもしよかったらお扇子開いてみたらどうかなと思って持ってきたの。できる？できる？できない。这把从外表看来与普通的扇子并无差别，但是想要打开它却并不是那么容易。できない。で、お扇子の骨っていうか、ここが竹のものと塗りのもの、塗ってあるものと竹だけのもの。右手、こう、そうですね。まずこの上を向こうに、この親指でも、そう、OK、上手。向こうに、ここを手前に、そう、開いた。そうか。で、閉じるね。手挟まないようにしてよ。指挟まないようにして。ほら、手離してこう。
こっちの手離して。こっちの手離して押すの。あ、そう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 。まあいいですいいです。ああ、いやいや。不容易。不容易不容易。で、こう上の方、てこの弦、下でやると開きづらい。上でやると開きやすい。只有我这么就是不会吗？还是一般人像我这么费劲呢？今の日本人はあなたと同じように最初はできません。昔はみんなでやってたと思うんですけど。あのね、もし機会があれば今度あの彼女、まあ、誰でもいいんですけど彼女が来れなかった誰かを着物を着せて例えば踊りを少しやるとかそういうことをさせていただけたら嬉しいなと思います、ね、本当はそれが一番、ね、いいかもしれない体験でね不同寻常的体验不同视角的解读慧修在日本对话古今以这样特殊的方式感受日本文化的承传歌舞伎的新奇独特引人注目当代日本匠人的精神还有吴勇的优雅端庄这些讲述日本历史的方式一直融入在日本人的日常生活中并且也将不断延续下去